ねんねだよ、チョピー。もうねんねだよ。チョピー、寝る時間だよ。ワン。眠たいんでしょ。寝な寝な。眠たいよ、チョピーは。ねんね。ねんねだよ。起きてる間はとにかくそばにいたいチョッピさん。少しでも長く飼い主の顔を見つめたくて、寝ていいよと言っても睡魔と戦い始めます。でも最近年のせいでしょうか、あまり長く起きていることができなくなりました。もちろん健康のために早く寝てほしいとは思います。確かに思うのですが、こういったことを一つとっても以前とは違うことを感じると、どうしても寂しい感じはしてしまいますね。今日はチョッピの寝顔を記録用にたくさん撮っておこうと思います。このまま寝てるだけのチョッピさんですが、もしよかったら最後まで一緒にお付き合いいただけると嬉しいです。自分が寝る前はこうしてチョッピの寝顔を見守る時間が増えてきました。この無垢な顔をぜひ一緒に見てやってほしいです。若い頃より目元や口元が垂れ、日々表情が柔らかくなっていくのがわかります。そんな変化が楽しめるのも高齢犬の魅力です。時々こうして急に目を覚ますのですが、この時のきょとんとした顔も愛しいです。こうしてかけがえのない存在であることを改めて感じさせてくれるチョッピさん。この寝顔も匂いもぬくもりも手に触れた感触も永遠に忘れることがないよう、こうして自分の記憶と記録に焼き付けておこうと思います。なぜこんなにも高齢犬が愛おしいのか、皆さんは考えたことありますでしょうか。これってひとえにこれまで一緒に積み重ねてきた思い出が山のようにたくさんあるからではないでしょうか。